画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあ、新 DLC がやってきたわけですけども、うさ耳のね、殺人鬼、もう少々お待ちください。今ね、超特急でね、うさ耳のやつを注文していまして、それが届くまでちょっとかかるということなんですよ。うん。ね、2種類買ってですね、最初は普通のうさ耳も買ったんだけど、いや、ちょっと頭を全体的に覆いたいと思って、ちょっと大きめの、なんか、顔を包む、大きめの顔を包むウサギの耳を買い直したんですよ。なのでそちらがね結構届くまで時間かかるということで、それをお待ちしております。服に関してはもうあり合わせでいくしかないから、もうあんまり期待しないでください。お、そこでやってるようだね。私今回も目立つ格好になっておるけど、おお、いや、まさか私の弟か。メガネを、今回はうさ耳かどうか分かりませんが、今日はね、1日 9.9% の、9.9% じゃない、99% の確率で、うさ耳症状なんだよね。まあ、知能が低いっていうことなんだけども、多分ね、その、おじちゃん遊ぼうみたいな感じだと思う。おそらく5歳児並みぐらいの頭。3歳児ぐらいなのかな。言葉が読めないみたいな感じだったからね。ということは3歳か、そのぐらいなのかななんて思いますね。まあ、猫ぐらいだから。弟、あ、しかも、弟のそのシャツ、あれですね。グッズを買った時に手に入れられる。おお、そこかよ。おお、うさ耳じゃないの。ルー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 っていうのが歌ってるでしょ。あの花と、やばい。あれ、子守歌なんですよ。ゆっくり寝なさいみたいな、私が抱きしめて殺してあげるみたいな、多分そんな感じだと思うんだけども、言葉が多分喋れない、いや読めはしないけど喋れはするのかな、どうでしょう。もしかしたらあの仮面を取ったら美少女かもしれませんけども、がたいが良すぎますね。だってトラッパーよりでかいんじゃないか、実際ウサギの耳を合わせたら。やばいな、これ離れないな、これいけるか、これ難しいぞ。ボロタイム一応あるから一回チャレンジするけど、絶対離れないタイプだな。あ、近い、徐々に近寄ってみましょう。あ、ジャイアンやん、ジャイアン、あ、ジャイアン釣られてる。ジャイアンがまさか未来型ウサ耳ロボットに拷問を受けている。未来型ウサ耳ロボットってなんだよと思うかもしれませんけども、やばいな、もう半分切っちゃうな、これ半分行くまでに救えたらね、もうワンチャン釣られても大丈夫なんですけど、こっからもう自利品になっていきますよ。他の人はジェネレーターを触っといてくれたら助かる。厳しいな、厳しいなぁ、これ。どう、あ、そこに弟もいたんか。ターゲット取るか。弟もね、あれだからね、ボロタイムあるかどうかわかんないからね。どっちかが注意を引いた隙に行くしかない。あ、見つかった?今しかない。やっぱ戻ってくるのね。大丈夫。一回は耐えれる。あれ、チリヒンだよな、無理だよな。ジャイアン。あれ、ワープした。なんだこれ。回線大丈夫か。ジャイアン。あれ、無理だな。もうどっちにしろ死ぬ運命だったな、あれは。もう一回ぐらい私が、あ、ちょっと待って。弟よ。よくターゲット取ってくれた。ただ、あの、ウサ耳少女はどうしてもあのジャイアンが許せなかったみたいだ。我々の手には負えなかった相手だったみたいだな。いいんだよ。構わない。さあやっていきましょう。なんか反応しないぞ。大丈夫かなこれ。来てる。やばい。カクカクする。なんだこれ。スッとスライドするな。これもううさ耳の呪いなのか。やばい。呪いのうさ耳少女ですから。まずいな。斧をね、振った時にね、はぁーって言うんですよ。剣道部員的な感じのなんか、いや、弓道なのかな。はぁ、いや、エースのおじちゃんじゃない。ここやっちゃうよ、もう。あと、近い。
おおおお、ああマサカリで、ちょっと待って待って待って、マサカリで斧ね、いけるかないけるかな、おおら、ふっと、なんだなんだ、左右に分かれたぞ、板の向こう側とこちら側に分かれちゃったけど、あれ、え、どうなった、あれ絶対さ、殺人鬼視点か弟視点だったらめちゃめちゃ面白い図になってたでしょうね。まだ追われてるっぽいな。頑張れよ弟よ。本当ね、私ね、スキンヘッドばっかり最近なっちゃってるから、元の姿を忘れてたよね、あのメガネのね。あれがオリジナルの顔だったわ、そういえば。うん。もう変わり果てた姿になってるから、私。ピンクパンツに、紫のシャツ、そしてメガネ、スキンヘッドっていう、もう特殊な状態になってるからさ。あ、弟よ。助け行くから。っていうか、もう一人の、エースが近いけど、どうするかな、あのエース。多分、貼られてるだろうな、弟も。どうしたもんかな、しかし、家族愛？やっぱ、この世の、で、一番大切なのは家族？と思うわけですよ。あ、キドレットだっけ？なんだっけ、あの、パーク。殺人鬼が近くにいると表示される。やっぱ、貼ってるね。ありがとう、弟、そのパーク。めちゃめちゃ役立ってる、今回。もうおかげでエースとね、気兼ねなくこれに集中できますわ。あ、殴られてる、しかも。声上げてたでしょ、今。うわーって。あれって、殺人鬼に殴られてる時に、ああいう声を上げるんですよ。しかし、一回ボロータイム使っちゃったからな、エースおじちゃんが右手を、まあ、開けてくれるっぽいので、私はこっちを開けてから、弟のとこ行きましょうか。わー、殴られてるなうちの弟が何をしたんだと。あ、もうエース行ってる？ちょっと待ってよ。私も息を合わせていきたいよ。あ、開けてんのか。オッケーオッケーオッケー。まあ、ノーワンエスケープじゃないことを祈りますけどね。目すげえな、私。かっぴらいてっけど。あれ、離れないやろな。エースが、ボロタイム持ってたら、私も肉壁に入って、せめて弟の命だけでも救いたい。彼を救いたい、私は。あの、うさ耳女からな。ああ、斧をなんか、構えては、的にしてたんだね。構えては投げ、構えては投げ。ナイス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 。ちょっと待ってよ。どこ行った？あれ？弟どこ行った？あ、弟、向こう側行ったのか。よかった。よかった。肉壁になりながら行ったみたいだね。あ、よかったよかった。弟を見失うという失態を犯したよね、私。しかも、エースおじちゃんまで、ボロタイムはず、あ !Thank you! 危険だった。いや、本当にね、殺人鬼に貼られてるときは、もう、あ、GG と。ありがとう。こちらこそだ。もうああやってね、もう発電機に集中した方がいいよね。うん。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。いやー、うさ耳少女怖いです。あんな感じでうろうろされるともうめちゃめちゃ怖い。ガタイもでかいし、ジャイアンのガタイもでかいけど。そんなわけで、皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は、画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。